どうも、TKO 木下です。いつもコメント欄とかにアンチコメントをいろいろと書いてくれてるんですけど、どんな人なんでしょう、どういった方が、ちょっとめちゃめちゃうるさいわ今オープニングやから。そんなのが乾いてた。アンチコメントを書いてる方の顔、年齢、いや男か女なのか、ちょっとすごい気になったんですね。いや俺の周りではそういうコメントを書いてる人がやっぱいないんですよ。なので想像の世界でほんまにそういう人っているのかなと思って、今回急遽アンチの人と話そう。勇気いるよこれ、ものすごい勇気いる企画よ。いや自分で決めた割にはコメントに書いてくるだけじゃ多分全部言い切れてないと思うし、僕もやっぱりそれに対してただ読むだけになってしまうから、ちゃんとここは会話してお互いすっきりさせようということで、今から急遽ツイッターにアンチ募集します。今からこのツイートをですね発信します。YouTube 近畿企画、今から Zoom でアンチの人と話したいです。こちらの URL にアクセスしてください。この URL っていうのが Zoom、 ランダムで僕で話しましょうということですけど、お、来た！つなぐよ。あ、どうも。あ、こんにちは。はじめまして、TKO 木下です。はい、メッセージいただいて今これでつながしてもらいました。いやまあちょっとYouTube 僕は結構見させてもらうんですけど。ありがとうございます。はい、でまあその中で木下さんが、まあ、最近よくおすすめとかに、まあ、出てきていまして、はい、うん、でやっぱりもう最初のその謝罪の、うん、動画ですか？はい。なんかもうやっぱりなんかちゃんとこう謝る気あるのかなみたいな。ほうほう。なんかこうあんまり誠意が伝わってこなかったですし。うんうんうん。なるほど。はい。一番最初に上げた動画のはい、が誠意が伝わらなかったところですね。そうですね。はいはいはい、はい。はい。なんか本当になんか謝るというか、なんかこれから YouTube で頑張っていくみたいな、そっちのなんか話がなんかメインなのかなみたいな感じ受け取ったんで、うん、うん、なんかそれはなんか、ま、もうちょっとちゃんとなんか謝罪動画としてちゃんとした方が良かったんじゃないかなって思いますけどね。なるほど。それは謝罪動画1本目 YouTube に出したというのは、はい、確かに YouTube じゃなくてもよかったやんっていういろんな方の、はい、コメントありました。確かにそれは後で、はい、反省して、あ、 YouTube じゃなくても確かに自分のブログとか Twitter とか初めて普通に、はい、一発目の動画は謝罪ではなくやった方がよかったな、よかったんだなって思ったのはもう後で気づいたことなんですけど、まず第一にもう謝罪動画上げてしまった上で僕話させてもらうんですけど、はい、謝罪ってあれ誰に対しての謝罪やねんっていう話なんですけど、ファンの方やったりとか、僕は関係者スタッフの方には迷惑かけました、あと、加害者、ごめんなさい、あと被害者の方々、はい、うん、あと僕は相方やと思ってるんですね。はい、あと身内家族心配かけたんで、うん、でも T さん、僕はごめんなさいね、これはっきり言いますけど、はい、謝る必要ないと思ってるんですよ。はい、そこに対しては2本目からこれからよろしくお願いします、楽しんでくださいっていう、メッセージですね。あれに対して T さんが僕に、あの謝罪動画では伝わらなかったっていうのは、はい、例えばファンですか、僕の。いや、全然違いますね。ですよね。はい。いや、いや、いいんですよ。ですよね。なので僕は、よく言われるんですよ。まあ、俺に謝れとか、反省せえとか、
言われるんですけど、そういう方々には僕別に悪いことしたと思ってないので、はい。はい。なので、ちゃんと謝罪してくれって言われることが僕の中ではわからないですね。例えば、T さんが交通事故を起こした交通事故の間に謝りますけど、僕に謝りますか？いや、でもなんか、僕は、動画見たときに、いや、その謝るべき人に対しては、別にYouTube 上で動画に残す必要ないんじゃないかなって、直接伝えればいいんじゃないかなって思ったんですよね。ね、1回目の確かに YouTube に上げてしまったっていうのは、確かに後悔はして、反省もしてるんですけど、つまりそれから、謝ってくれよ、反省が足りないんじゃないかっていう方々に対しては、いや、君には迷惑かけてないじゃないかっていうのが、俺、本音なんですよ。はい、そこはどう思います？いや、なんか、やっぱ謝らないとダメですか？いや、なんかそういうことに対して、こう、なんか、謝るとか、どうのこうのではなくて、うんうんうん、やっぱりなんかこう、あそこで、なんかその謝罪動画で、こう、なんかバズらせて、うん、で、なんかそこから、なんか注目集めて、うん、で、なんか YouTube これから、ね、もうテレビに出れないから YouTube で頑張っていくみたいな、そういうふうな受け取りだったんで。ね、そのコメントもよくいただきます。テレビ出れなくなったから YouTube に来たんだろうとか。じゃあ聞きますけど、それは、はい、じゃあダメなのかなってことですよね。テレビ出れなくなったから YouTube に来た人はダメなんですか？いや、そんなことは言ってないですよ。なんか例えば、いっぱいいると思うんですよ。まあそういう方もいるやろうし、そうじゃなくて、全然テレビで仕事ある人も YouTube に来たり、今そういうちょっと時代になってますよね、YouTube って。今一番ホットなプラットフォーム。はい、そこに集まることの、はい、なぜダメなのか、なぜそこで勝負して、なぜそこで、面白い動画を上げてみんなを提供してファンをつけてましてやそれで収益を得るってこと何がダメなのかなと思うのが本音です。いや、なんかまあもうなんかそもそも論で、うん、もうなんかもう YouTube 上でやっぱ僕は YouTube 結構見るんで、はい、YouTube 上にもうなんかこう出てきてほしくないんですよね、僕が。はい、それはもう見なきゃいいんじゃないですか。いや、まあ見る見ないは、うん、動画は別になんか見る見ないこっちの自由ですけど、うん、いやもうそもそもなんかこうやっぱりね、再生回数が多かったりするとこうやっぱりおすすめとかで出てくるじゃないですか。おすすめに出てくるのダメですか。いや、もうなんかそれ自体もちょっとなんか嫌悪感ですね、僕は。なるほど。おすすめにそこはちょっとごめんなさい。システム上のことになってくるので、それは Google 側に言わんとわかんのかな。いや、わかんない。おすすめされているのはありがたいな。今、ありがたいなと思いながら聞いてるんですけど。まあ、もちろんそこは出てきてしまうんです。申し訳ない。でも、もうスルーして、僕の動画を一切見ずに、まあ、好きな方だけ、もちろんチャンネル登録もせずに、そうすることしかないですよね。そういうあなたの嫌悪感の一つのために僕が YouTube ってプラットフォームを外すっていう、そのこと自体ができないのも分かりますよね。いや、まあでもそもそもまだ登録なんかしてないですし、はいはい。やっぱりこう、いや、じゃあどんな、ね、その謝罪のその動画、まあ、動画ね、こう見させてもらって、で、やっぱり、いや、これ本当になんかこう、これから YouTube でなんか、やっていきますみたいな、うん、その表明が、なんかやっぱりもうちょっと、もうそもそも、もう YouTube にちょっとなんか出てきてほしくないなっていうのを感じたんですよね。僕自身が YouTube 始めてまだ1ヶ月ちょいなんですけど、まだ自分の中で、はい、YouTube ってすごい難しいなと思いますし、自分の好きなことだけやってる場所じゃないんだなって最近思い出してきましたし、もう日々勉強やと思うんですね。なので完成形を見せれてないのはわかりますし、なので見てないですし、嫌いやろうし、チャンネル登録してない。それに対して僕を知るって絶対見てくれよとは言わないんですけど、これから YouTube っていう媒体を
やってみて初めて感じていってることが日々なんですけど、そっからこう、大丈夫かなと。そこから、ね、T さんを、に振り向いてもらう、見てもらうっていうことを僕一生懸命頑張るつもりです。でも、これからそのためにも、ちょっとずつおすすめぐらいは、ちょこちょこ顔出させてくださいよ。いや、まあ、これからどんだけ木下さん頑張られても、別に僕は登録する気ないですし。うん。はい。はい。うん、まあ、むしろ、もう低評価ボタン押しますね。いや、はい。低評価ボタンをもう動画見ずに押されてるんですか？いや、もう見たくないですから、やっぱりもう YouTube からいなくなってほしいんで。だから低評価の数を多くして外そうっていうことですか？いや、もう動画見ずに低評価押してますよ。なるほど。あ、いや見たくないですもん、動画なんか。でも、自ら僕のチャンネルの枠には来ているってことですね。おすすめに出るのも鬱陶しいのに、わざわざ僕の枠に来て、こう低評価押しに来てるって、これちょっと矛盾してません？いや、通報したいからですよ、それは。通報したいから。はい。僕の動画を、見ずに、内容を見ずに、ただ通報をしたいから、来てるんですか？そうですね、もう、動画の内容なんか一切見てないですし、もうとりあえずもう、通報したいですね。本当に。根が深いですね。何？ま、そもそもですけど、もう僕が出てきても嫌やし、動画も見たくないのに、低評価をして通報しに来るって、はい、そもそも僕の何が一番嫌いですか？いや、もう存在自体ですね。その存在が嫌いになったきっかけ。はい。理由、もしあれば教えていただきたいんですけど。いや、なんかね、その後輩からね、うん、なんかお金を、こう、まあ、預かったのを、それを、まあ、着服したみたいなのもなんか見ましたし、うん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 、なんかこうね、暴力沙汰みたいな話もね、うん、そういう人が、ね、YouTube にね、こう来てなんかやっぱりいいのかなっていう、もう顔も見たくないですし、本当。なるほど。なるほど。そのニュースを見て僕のことを嫌いになった人が YouTube 来てるから鬱陶しいってことですよね。そうですね。はい。はい、これ、じゃあ、僕、ちょっと言い訳みたいになるんですけど、まあ、ちょっとまた話遡っちゃうんですけど、そもそも論ですけど、僕お金着服はしてないですよ。ちょろまかしてないですよ。あ、ネットニュースやったりとか、雑誌には、もちろん購買数、視聴者数を上げるためにそういう嘘の記事を出してますけど、これは僕、後輩にとも話してますし、会社とも話してますけど、僕はお金は一切預かってないです。お金を集めた浜口さんの誕生日のお祝い金っていうのは後輩が持ってたんですね。T さん、ここ大事なんで聞いてくださいね。こう後輩が持ってて、はい、僕はお金持ってなかったんですよ。でも篠宮っていう後輩がライブ中に木下さんお金ちょろまかしたでしょっていうツッコミをしてきたので、僕は腹立ってペットボトル投げたんです。これはダメなことですよ、絶対に。僕は反省もしてますし、はい。でもそのプロセスっていうことが T さんはちょっとまだ勘違いされてるからと。ああ、そうなんですか。なので T さんが思ってたように着服してちょろまかしたのに切れたっていうのは、もうめちゃくちゃなやつなんですよね。それがでも雑誌やったりとか、ネットやったりとか、広まっている話なので、全然、そう思われててもしょうがないなとは思うんですけど、でもこれは事実をやっぱ話しときたいなということで。ああ、まあそうなんですね。まあ、ね、ネットニュースとかを見る限りだと、やっぱりこう、ね、木下さんが一方的にこう、悪いっていうような、まあ、印象を受けてたんで。やってしまったことは、僕は弁解するつもりもなくて、悪いことだと思うんですけど、はい、そのプロセスってことで、皆さん勘違いされてる方たくさんいると思うんで、今こうやって話せてよかったです。それでね、おすすめ出てきくんの許してくださいよ。で、動画もね、
今後見ていただいて、ぜひよろしければ高評価押してくださいよ。いや、あの動画はちょっとあのやっぱり見ないですすいませんけど。全然大丈夫です。それはもうしょうがないです。もうその好みの。あ、全部伝わったのかなと思いましたけど、そうではないです。もうやっぱ願うかいです。なので、でも、ティンさん、ちょっと僕の伝えたいところは、あのちゃんと伝えれたので、そこはご理解いただきました。そうですね。まあ、あの、今、聞いたことは、まあ、あの、信じようかなと思いますけど。はい。よかった。まあ、これからちょっと、ね、YouTube で頑張られるんであれば、なんかその、ね、この先、どういう風になっていくのかはちょっと気になるところですね。おー、嬉しい。はい、頑張ります。一生懸命、日々勉強で頑張りますんで、また機会があれば、動画見てください。あ、動画は見ません。今やった。どうもありがとうございました、T さん。あ、最後にちょっとモザイクってどうしましょう？かけた方がいいですか？かけない方がいい？かけなくてもいいですか？かけてください。わかりました。かけます。はい。ありがとうございました。はい。結構有名 YouTuber さんとかとコラボとかして、はい、なんか、この辺の有名な人のコラボして再生回数をなんか稼ごうとしてんじゃないかなみたいな。普通の YouTuber、みんなね、そんな簡単に有名 YouTuber とのコラボ。